おはようございます。おはようございます。はい。前回の万枚未遂から万枚未遂3日しか経ってません。そうだね。はい。まだ悔しさ残ってるんで。残ってる状態でやってまいりました。はい。まあ逆に言うとその悔しい気持ちを今日晴らすチャンスなんで。万枚を目指す者が負けるなど言語道断。万が一様がマイナスになった場合は、万枚を出すために必要な能力を養うべく万枚修行に励むものとする。しかも今日勝てば3連勝です。あ、そう、3連勝チャンスはシーズン3入って何回も訪れてるんですけど、毎回ねそこで跳ね返されてるから1回もやってないんですよね、うん。でまあ、抽選も終えまして、はい、5番と。おお、もう打つ台も決まってると。決まってます。はい、今日打つ台はかぐや様はこぐらさえ。おお、連続だしね。そりゃそうでしょう。前回万枚切りでいかなかったから万枚リベンジ。あそこでやめるわけないでしょう。そうだね。ただ怖い気持ちもありますよ、うん。あのかぐや様で、まあ、今日まで、うん、僕は一度も負けたことないんで、はいはい、負けが今日来ちゃうかもしれないからね。絶対いつか負けるんで、うん。そしたら3連勝はポシャルはね、すごいいっぱい出せたっていう記録も泥塗っちゃうかもしれないし。そうですね。いろんな意味で今日は大事な実戦なんで、はいはい、気合い入れていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はいはい、2回目のかぐや様は告らせたい。はい、連続で、はい、今日こそ行きましょう。万枚出しましょう、ね。あの惜しかった感じをもう一回やれれば次こそは。そうですね、まあ、前回早い段階で8000枚出したにもかかわらず万枚には届かず。そうだね、まあ、快勝でしたけど本当に悔しかったんで。そうだよね、まあ、今日勝ったらもう本物ですよ。かぐや姫と、間違えた、かぐや姫じゃない、かぐや様のイントネーションでかぐや姫かぐや様と、かぐや様との相性は本物です。相性本物だね。まあ、本当前回からまだ3日しか経ってないんで、はい、まあ、情報も増えてないですし、まあ、ちょっとアップはだいぶ経ってると思いますけど、はいはい、そっか、これを見てる皆さんにとっては結構な時間が経ってる。そうですね、多分1ヶ月以上経ってるかもしれない。さあ、1回目の前兆、まあ、4回、5回ぐらいから始まったんで、はい、強そう？どうですかね、まだちょっと何とも言えないですね。うん、ちょっと厳しそうですね。すぐボーナスないの？朝一すぐボーナスないのかな。圧倒的相性、奇跡的相性。ああ、相性悪いわ判断早いだろそう、時間経ってないからこの恋愛レベルも上がってないんですよ。あ、時間さえあればね。時間さえあれば勉強してきましたけどそういうこと言ってるやつレベル低そうサップ出ましたけど、かわいいこと。あ、お、ありそう。あ、行ってくれそう。あ、大丈夫そうですね。あ、は、花火だ、はい、うん、おそらく15あたりの。そうですね。あ、大丈夫でしょう。はい、はい、218ゲーム、はい、1回目のチャンスオン、はい、お願いします。いやここはすんなり通したいです ね。 そうだね、ここすんなり通したいね、はい、もう決めるか今日。いつも決めるとき全部右なんですけど、うん、今日あえて全部左でいきますわ。左でいくの、はい、途中で変えてもいいからね。いや、もう一回、ね、外したから今
やべえ、どっちもハマんなきゃいいけど左で行くっていうの結構、うん、僕のポリシーに反するんですけど。反するの？いつも右だから。いつも右なんですけど、うん、それで結果出たら相性いいってことですよ。そうだね、うん、あえて外した日に限ってちゃんと左ばっかりだったら、はい、すでにもうちょっと後悔してるんですけど ちゃんとやらせて、うん、もう一回2択やらせてほしい。悔いが残るから。もう一回見ときたいね。確かに。ああラストになってしまった。ダメなのか。ダメか。ダメですね。ここグラスタイチャレンジ1回目失敗ですね。失敗ですね。幸先悪い。そうだね、ちょっといきなり止めるっていうのはできなかったけど、うん、どうしよう、左でいいのかな頼むよ。よしよし、はいはいはい、盛り返した盛り返しただから次ですよ、次の2択で。そうだね、あまだ5分ですね、はい、とりあえず当てたい。止めろ、まずいな。追い込まれました。ハテナになってしまった。怖く、とりあえず、はい、2連続失敗。やばいぞやばいかもしれない。ちょっとやばいぞ。もう当てましょうよ、いい加減。当てよ、3回目だからね。いい加減当てましょう。3回こくれば、あなた。そうですね、はいはいはい、やっぱ左だ。全然振り向いてくれない。めっちゃこくってんのに逆に嫌われるパターン。逆にそうだよねちょっと間開けないとちょっとペース早いかな、こくるペース。でも押せ押せですよ、押しの一択だよ。押しに弱い可能性ありますもんね。あるよ、かぐや様は。いや、なんかもう当たる気しないんだよな今。気持ちで負けてる。そう、気持ちで負けてダメだ。俺こそがかぐや様にふさわしいんだっていう気持ちで。ふさわしくない釣り合わないあ、はいはい、もうお願いします。いけ、狙え。ああマジでめっちゃ嫌われてんのかな。そう、か、まあ、お堅いんだよやっぱり。はい、3連続失敗。やばいですね。やばいです。人生で多分数回しか告白はしたことないですけど、下手でしたね思い返せば。思い返せば下手だった、うん、下手でしたね緊張してやんのいや緊張するでしょそりゃ。緊張しない告白するやつ俺嫌いだな。そうですけど、そりゃ隠せるに越したことないじゃないですか。まあそうか、めっちゃ出てましたもん。いやいいじゃん、初々しくてカミカミだった。あ、なんか、うん、もやもやする感じ。もやもや、早く、うん、早く言えよみたいな。ああ、周りがそう突っ込んじゃう感じ、はい、じゃあ結構時間かけてんだそこは。かかりましたね、うん、
つまりその呼び出してどうこうとかじゃなくて、もうずっと一緒にいるってことだよね。それは。そう、その日ずっと朝から遊んでて、もう夜言おうって決めてて、はいはい、あーデートした後に最後に言って決めるぞって思ってたけど、はいはい、ずっとなんかもう、その遊んでる最中もなんかふわふわしてたしまあ言わなきゃ言わなきゃって今日その後言うんだよなって、はい、最後はその言う場所はどこだったの？自宅でしたね。自宅？自宅呼んでたの？いや、料理作ってくれてて、うん、もうそこのかけ、その中はちょっと俺が緊張してきたなんですか、いいおじさんがそんな中の状態でうじうじしてたんかい。家に呼んでもう、いやだってそれは、うん、プロポーズとかだってそうじゃないですか。確かにそうだね。ここぞのとこはちゃんと決めないと、うん、そうだね、きちっと言葉にしないといけないと、はい、さすがに向こうもうすうす感づいてたと思うんで、はい、うん、まあ、今日言ってくれるんでしょって、あ、まあ早く言う、うん、だからまさに告らせたがってましたよね、多分タイミング与えてくれてたと思う。なるほどね。そのフラグを折りに折って、はい、それ下手でしょう。それはそうだね。そういう、それを思い出しながら今日リベンジしましょうね、その日の気持ちも。そうですね、これは天井行くよな、朝一いけるわこれ。成功パターンちょっとちゃんと見たいです。はい、はい、半分こ、あやいがさ、みんな刺してない、もうなのに刺している。日傘、いやそういうことじゃないし気づかないふりしてるってことでしょあー、そうなんですね。はい、改めて814ゲーム、はい、1回目のボーナスで、はい、投資がちょうど3万円、はい、で天井なんでビッグ以上ですね。30分ぴったりだね、はい、前回とほぼ同じような感じだね。もう追い込まれてますよ。そうだね、はい、前回31だから前回よりちょっと進化している1000円分、まあ、ぜひ出演でしょう、はい、最初は誰かな。ああ、ベッツィだ、ベッツィ、よし、絶対取るぞ。これ単発だったらちょっとさすがにきついんで、ここは1ゲーム連つなげてください。もう特化ゾーンまで見据えてますよ。しかもベッツィだから、ちょっと早く攻めて、ようやく。あ、藤原参戦。はい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 、いやー、おどんどん当てよ、どんどん当てよ、よしよしよし、あ、いいねいいね、おお、あっさりとレインボー行くぞ。あ、そっか、レインボー行け。ゲーム、おいおい、まあ、とりあえず1ゲーム目は大丈夫そうですね。単発回避だね。はい、はい、ナイス、まあ、最悪は回避しました、うん、いいの出てほしい、いいの出てほしい。赤とか、赤がいい、赤とか、どう、赤とか、青か。そう、スーパービッグの比率も高設定を高いらしいんで、あらゆるところにやっぱ出玉につながる直接的な設定差があるのかな。つまり高設定はもう出るってことなんで。そういうことだね、はい、とりあえず2回目、はい、頑張って続きましょう。5連だよね、まずは。まず目標5連ですね、はい、これ2連目、2連目、あ、5連はやっぱ特化ゾーン欲しいよな。そうだね、どっかで絡めたら一気に見えるよね。
あーイーノちゃん、強敵イーノちゃん、強敵来ちゃった。ここで取れたらちょっと勢い感じるな。悪くない、あ、張ればでかいぞ。よし、緑すんなり緑。いや大丈夫かな、ちょっと不安だね、ちょっと怖いっすね。バンジーキュースじゃない、緑だったら何かしらのチャンスアップ来ないとだいぶ厳しいですよ。ここで発展するかな、わあどうですか、絶妙ですか。いやちょっと厳しいかも、厳しい。抱えながら頼む、決めろ。あーきついよな、いいのちゃん強い、強いんすよ。はい、2連ですね。はい、1ゲーム連は1回だね。はい、引き戻しに行きたいと。はい、まあ、まだ終わってないんで。今日まだ1回も通してないんでね。そうか、ということは通るってことか、さすがに。そうなります、まだ天井でしかもらってないんでそうだね、はい、王道のルートを歩みましょう。はいはい、いいよ、いいんじゃない。あー止まる気しない、あーやっぱ左だ今日、その選択は確かか。おお、ゼロか。はいはいはい、おめでとうございます。そう、はい、CZクリアだね。はい、これがレギュラーじゃなければ全然まだいける。あ、そうだね、ビッグである。あー泣きしたな。そうですか、まあ、まだ大ハマりしてないからね。あ、そうですね、うん、まあ、1回目のチャンスゾーンさえ通し続ければそんなひどいことにはならないんで。はい、どうしましょう。ああボーナスだ、あーよかった、ナイスナイス。本前兆中のチャンス目で書き換えましたね。お、書き換えたんで確かビッグ以上だったはず、うん、ほうほう、よし、はい、繋がりましたよ。繋がった繋がった、危ねえな、危ない。CZだったらね絶対ミスだわかる、俺もそんな気がするどうしようかな、一回ちょっと絶戦やめとくか、うん、あ、違うのにする、マジキュンしよう、はい、キュンキュンしてくれ。食ってよそんな待ってんのに、モチベーションの持ってき方がラストチャンスかなこれ。そうだね、ラスト3絶対 OK するから告ってほしい。そうそう、それだよね、その気持ち出さないと、絶対大丈夫だよって、絶対 OK する。なんで、あー信じてもらえない、そんなこと言いながら来る気なんだって思われてる。いや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 、すごい顔してる、初めて見たな。イーノちゃん戦えるってことじゃない、これから。あ、引き戻すかも。あー青だから、はい、うんうん、引き戻せたら OK ですよ。そうだね、キュンキュンはできなかったですけど、引き戻しというキュンキュンがあるからね、そっちの方が嬉しいかいやそんなことない、そんなことない
まあ、一応2連目ですね。そうだね、はい、よしよし、これ1ゲーム連すれば3ですよ。簡単な話ですよ。3、4、5だよ、はい、あ簡単。じゃあ、うん、キュンキュンしよう、はいはい、さっきで しきれなかったからね、キュンキュン。そうなんですよ。遅らせタイム。あ、なんか何も出てない。あ、これは止まるやつじゃないですか。止まんないのか。あ、はい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 、こくられた。うわ、なんかもてあそばれた。キュンキュンする。あ、よかった、つながりましたね、はい、うん、これで、だから実質3連ですよね。そうだね。いや、もうすぐだな。いいよ、いいよ、上手です、はい、じゃあ、3連目、まあ、キュンキュンできたから、うん、どうしたかな。キュンキュンした後は接戦ですよね。あ、いい流れだね。分かってる、分かってます、分かってるやつの動き。はい、いいのちゃん、あ、いいのちゃんか、いいのちゃんか。いや、大丈夫ですよ、キュンキュン直後なんで。浮かれてない、大丈夫、大丈夫。お、なんか、はいはい、参戦西上。絶対に許しません。まだまだ、きついな、4か、緊急直後なのに。緊急直後はダメなのかな、絶戦しちゃう。どうなんですか、いいのちゃん。はい、3連で688枚だ、ね、はい、ミスったな。キュンキュンの後は絶戦じゃなかったか。あ、でもまた青だ、熱いですね。あるぞ、うん、これ引き戻せば4連ですよ。あー、もう目の前じゃん。そこでストック取ればもう5連ですよ。素晴らしい。あー、来た。おお、長いレバーできましたね。長い犬が。長い犬。はい、35ゲーム、はい、引き戻しですね、はい、引き戻して4連目ですね、はい、取ろう、ここ取りましょう、ここ取れば5連か、うん、うわー、どうしよう。1個目のすごく大事な、そうですね、うん、大事なとこなんで、チカチカでしょ。チカチカなの、あえての、うん、今日調子悪いからこういうトリッキーなことやらないと。普段ならやらない動きをね、はい、ないのかな、大逆転。いや、ありえるよ、ありえるよ、諦めないで。まだうん、追加投資ですよ。それは避けたい、避けたい、避けたい。それはこくってる場合じゃない。そんなことになったらそれでもこくり続けます。いくらお金かかっても、はい、振り向いてもらえるまで。キャバ嬢みたい。あー、左、あ、まずいですね。ちょっと嫌な予感するよ。こっからですよ。そうだね。はい、はい、最悪です。やばいですね。最悪です。
ちょっと伸ばしちゃうよね語尾はい、いやー厳しい結果だな。これはまた点数いっちゃいますね。はい、はい、1100ゲーム、はい、高くなりましたね。2度目の天井です。伸ばすしかない、伸ばすしかない。2連前、はい、レギュラーじゃなければ、レギュラーじゃなければ7枚目ですね。マジかマジかマジかい、やばいな。あ、いいね。うん、よかった。嘘である。うん、よかった。はい、もう何回目か分かんないですけど、総投資が6万1000。はい、ビッグで、ここはビッグで、ああビッグだ。久々、よしよし、始めるか。始めよう。まだ今日5連すらできてないんでね。まずはそこだね。ここでチカチカですよ。ここでチカチカ、意外でしょ。意外、これは今完全に意表ついた。誰の？全員の絶戦と思ったでしょう。思った。少なくとも俺の意表はついた。そうですよね。チカチカを選んだ理由が分かりますよ、この後すぐに。踊ってるチカちゃんが。あ、こういうことですよ。本当だ。ドドドド、早くもドーンだよ、ドーンだよ、ドーンだよ。嬉しい、よかった。いやー意表ついたな。完全に疲れたね。死角からの一撃だった。やっぱ恋愛もそうだもんな、意表つかないとね。あ、やっぱサプライズとか喜ばれる傾向にあると聞いてますけどホットドッグによるとねさあどうしようかな。わかります、僕が何選ぶか。わかんない、わかんないですよね、うん、これマジキュンなんですよ、ここは。そうだったのかもう考えてもないですよねだって今日マジキュンしてなくないですか。したでしょ。しましたあれしてないっけしたっけな。あ、してないかもね、ちょっと覚えてない、もはや。ほら、あ、ほら結果論すぎるでもよかったね、これで3でしょ。3ですね、見えてるよ。とりあえずここからまくりゃいいんだから、マジで。そしたら3連勝だよ、まくれる、うん、61本だから3000枚ぐらいでしょ。まくれるまくれる。3000枚なんて多分20分ぐらいで出ますよ、これ。すごい速さそんなに速くないかいやでもそんなもんだよな、2、30分で出る。これで3連目。3ですね。はい、久々に接戦やるか。これ勝って5連にリーチかけましょう。いいプランね、いいのちゃん。あー、望むとこですよ。おお、かっけー、よし、かっこいい。 WIN ウィン、ウィン。4連目ですね。ここ取れば5連ですよ。ここ超大事だよ、超大事、うん、うわ、どうしようかな。まあ絶戦か。誰？お願い、いいのちゃん、やめても
ああ、ゆめちゃん勝てる気しない。ゆめちゃん強い。ああ、取れ取れ。ああ、違う、早かった。だって61本投資してますけど、ここで1ゲーム連取れたら普通にまくり見えますからね。そうだよね、もうなんだかんだ1000枚近く持ってるんで。そうなんだよね、気づけば1000枚だから3分の1戻してるんだもんね。そうなんですよ、この台の当たれ、めっちゃいいところ、めっちゃいいところ、よしあるぞ、あれもうあれ、攻めろ攻めろ、ボタン出ろ、いけるぞ、当たれ当たれ、よしもらったね、大丈夫でしょう、うん、いやー、いや大まくりの舞台整ってるよ。3連勝したいでしょ、したいっすよそりゃ、修行したくないでしょ、したくないっすよそりゃ、じゃあまくりましょう、まくるか、まくってみせろ、はい、赤いのでもいいぞ、赤ならでもいいぞ、いい音だな、はいはい、青で、5連目ですね、はい、まくれば悲願の3連勝だ。そうですね、ちょっと別位来るまで絶戦やろう、別位来たらもうそこに全てをかける。あー来ない、2ゲーム連続、おおすごい、これで緑ぐらいまで行きたいな、これは赤い、はいはいはい、もう一個、もう一個、もう一個だけ、青い、青いが、うん、はい、いいよ、いいよいいよ、この調子、あーこれもらったな、うん、大丈夫っぽい、大丈夫っぽい、うん、はいはいはい、あ矛盾してますね、あ早いところで、え、行かないかなこれ、レインボーすごい煽ってるよね、ああ早い、6で行っちゃったか、まあとりあえず1ゲーム目はもらえますか、はい、いいね、いい、よし、あるぞマジで、あるある、本当にある、これ赤だったら熱い、なるか、ベチ、ああ来ない、でももう怖くない、もういいの、ちゃんも倒せる、ああいいね、倒せますよ、15分前ぐらいまでもう絶対負けると思ってましたけど、でもあっという間に戻せる可能性がね、普通にあるな、そういう意味では希望がずっとある台だからね、万枚の可能性だってまだありますから、ね、まだ全然あるからね、普通に夢じゃねえ、そうだから打ってるんでね、おお、そういうことか、チカちゃん緑になって、赤赤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 赤、ある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 、くらえ、あチカちゃんだな、うん、絶妙ですね、絶妙だね、あるある、全然あるけど縦パターンが強め、外れることもある、ほらもらったら普通に、マジで、あなんだこれは、まあ詳細出てないんですけど、この
色で一応設定したらしいです。銀色だ。まあ戻すでしょう、はい、いや多分こっちだと思いますけどね。あそっち、うん、お黄色だ。おいよし42ゲーム素晴らしい。やっぱ50発強いな。強いですね、うん、これで、8連目ですね。繋がってる繋がってる。枚数がこれで2000枚近くまでいくかな。そうですね。いやもうすぐだな。3分の2ぐらい取り戻してるからね今。きたよしよし。ベッツィここだな。ここで特化ゾーン入れていっぱい取って大まくりエンディングおよび満枚。はい、あれ硬い。ベツィベツィあ、赤、さすがに大丈夫でしょ。まあ、ただまだ1回目なんで。とりあえず、後ろね。そろそろ攻めるか。いやもうあと10ゲームしかない。あるぞ。あちょっとやばいか。あだいぶやばいですね。なんとかなんとかグリーンで今のとこ勝てる要素ないですね一つも。ベツィに負けちゃダメですよ。まもなく来ちゃいますね。ジャッジメントが。ラブジャッジメント。ラブジャッジメント。何ですかそれは。わかるでしょ大体。かまととぶっちゃってさ。ちょっとわかんなかったな。かまととぶっちゃってさ。さあ次ですね、うん、頼むよ。あれは気のせいか。え、ダメか。8連かな。いや無理か。戻したけどねだいぶ。そうですね、うん、よし。あ確定だ。いいですね。通せるようになってきたな。ダメ。335ゲーム、はい、この週1回目、はい、アドリブ効かしてる。気づきました。急に初めて、うん、つまりつまり。あーすげえ。これ始まっていいでしょう。ものすごい勇気でしたよ。そうだね、はい、ミスった時のダメージ計り知れないから。急に左から変えてやんの。そして当たってやがる。これあるでしょう。スイッチ入ってもいいでしょう。驚いたよ台は。おお、あ、始まるな。見えた。よし、見えました。今の右、超ファインプレー。本当にそうだね。はい、じゃあちょっと裏モードやりますわ、うん、裏モード。チカチカでプッシュをしながらレバーで、うん、犬が出てきた。ペス、ペスモードですね。どういうことなんだろう。まあ、僕もやったことないんで。ペスが出てこなければ。出てくればでしょ。出てくれば。ほら、おお、ペス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 がなんか回っている。何
あーそういうこと、もうダメってこと、また来んの、また来んの、あーダメだったっぽい、でもランプがつ、はいはい、また来たよ、止まればいいのかな、おあーここに来るんだ、なるほど、ペースいいですね、ペースがくるくるって、いやいいもん見れた唐突な右からのペース降臨ですからもう分かんない人には何にも分からないいやもう条件揃えましたよ、唐突な右からのペース降臨それサムネです分かる人にも分かんない見れば分かる、見れば分かる、はい2連目、はい、もう本当にここでとりあえずトントンライン、まずはトントンライン、そうですね、僕が何を選ぶか分かります、ちょっと正直予想がつかないですね、一応考えておいてください、分かった、はい、これかな、普通の地下地、あーペスだと思ってたペスだと思ってるだろうなと思ってましたよ、完璧に読まれてるいやーまずいか、はい、2連、やっぱペスいないとダメですね、ペスか、やっぱりミスター、キードッグは、キードッグ聞いたことない、キードッグドッグ1匹しか出ないわ、ね、いや、長い犬がいるから あれは別なのあっちでしょ、キードッグだとしても、そうか、99ゲームなんで次ですね、チャンスかい、ねえ、腰いいことするなちょっと期待したね今ペス出てくるかと思った、ペスでも無理か、唐突な右からのペスでも無理か、じゃあ無理僕の全力なんでそれ、最終奥義だもんねそれ、唐突な右からのペースだって実現しようとしたらむずいっすよ、確かに激ムズなかなか難しいっすよ唐突の右ですでにスカる可能性があるからね、まあ、とりあえず5時間ぐらい左でずっと消化して、それをした後の、そう、それで初めて唐突なんで、そっかそっか、確かに、はい、朝一はダメですか、唐突といっては、それはダメです5時間ぐらい左1本でやった後に急に右にして当てて、そこでちゃんと当ててビッグもらってペスモードやって1ゲーム目取る、もう激ムズ、まんまよりムズ、まんま出せよそんな奇跡しないでいいから、まんまは出せない、唐突な右からのペースはできるけど、できるんだね、まんまは出せない、怖いですね、怖いなぁ、あーもう1800枚ほどあった山が飲まれましたので、消滅したか、じゃあラストですね、このビッグラストか、はい、もう6万5000入れてるんで、はい、ラストはどうしようかな、ちょっと見ずに、ペスじゃん、ペスじゃんいや本当に見てないんで、ペスによるお導きがあるかもしれない、あるかもしれない、飛んできて右下にちょんって座ればかわいい、かわいいよ一番かわいい、うん、そこがあのペスが来たら熱いんでね、
マジ？もういるとかね、終了画面にペースいない？この裏とかいいんじゃないですか。あ、見えてないのか、うん、ペース？はい、292ゲーム、チャンスゾーンか、うん、チャンスゾーン、まあ、これラストチャンスですね。はい、多分ちょうど300もこれで抜けたところだと思うんで、はいはい、ああ、これ300終えてるよな、終えてそうだね。まあこれだけ使い切りました、ね、はい、青が光る、やめれるかな誘ってきてるなはい、360ゲーム、はい、3回目ですね、この試合、どうよ、よし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 ビッグでいいよ、そうですね、総投資が7万2000円、はい、ビッグでいいよ、本当に、本当に、あー、よかった、もういや、マジでもう、あのラストです、はい、あー、よかった、でも最後に絶戦やれる、そうだね、はい、ペースじゃないもんね、そう、ペースに裏切られて終わるのはちょっとさすがに寂しかったんで、ペーあー、まあまあまあ、コバッちゃん、コバッちゃん、コバッちゃんをケチョンケチョンにして帰ろ絶対無理だな、これ、この残り4ゲーム間でなんかやらかしてくれ、ここで当たり引く、はい、単発、うん、しょうがない、しょうがないね、はい、まあ、これで外れたらもうどっちもダメだったってことなんで、やっぱりやめれますね、あ、熱そうですね、当たってる、はいはいはい、148ゲーム、はい、あ、やめどきないわあり地獄だね、まさに、本当に今なかったんすもん、恋はあり地獄、そういうことか、それを教えてくれてるのかな、そういうこと、深いですね、もらえもらえ、なになに、もうまた、あ、あ、すごい、当たるんかい当たったね、え、持ちコインビッグでいいよ、ビッグで、ビッグでいいよ、はい、あー、やばい、あ、すごいな、これマジでよくできてる、うん、マジでやめにくいね、あ、やばやべえ、絶対に逃さないぞっていう一瞬感じ、今130ですもん、え、ちょっと待って、え、じゃ、いつもと違って、うん、本当に今やめたいと思ってるんですよいつもはなんか無理やり打つ理由探しますけど今日に関してはね、はい、まあ、14でしょ、じゃ14、15と130見たらじゃない、そうですね、いや、こういう時が出てくるんですよ、出てくるんだよな、シューテッドは国立に送られそう、あーあーあー、送られる、あ、びっくりだ、よかった、総投資7万5千円、はい、はい、ちょっともう分回します、分回して、はい、よ、いや、何だったの、
これが競ったら完璧なやめ時じゃないかな。そうだね、はい、やっとちょうどいい感じのやめ時来そう。調整に調整を重ねて、はい、巧みの技ですね。今日一うまい。かわいそうになってきた。これ美しいですよ。完璧な着地。10点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 ってなる？なりますね。あれ。伸身のムーンサルトは栄光への架け橋。みんなにやめ時が難しい台で完璧な着地を決めますんで、変にメダルを流すこともなく、はい、当たらない。いやいやいや、これやめ時、はい、やめ時だね。やめます、はいはい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。言葉が出ない。すごかったね、いろんな意味で。いやー、やらかしましたね、はい、初めて負けました。負けたこの台でね、はい、かぐや様に返り討ち。返り討ちですね、はい。まあ、しかも3連勝ならず。3連勝ならず。じゃあ数字をちょっと、はい、振り返っていただいて、投資、はい、75,000。75。回収0枚。0。3枚がマイナス3450枚。久々に大負けですね。大負けだね。だ61入って1500枚とか1600枚とかあった時あったからね、まあ、最高で1800枚ぐらいありましたね、はいはい、うん、だそっから終わってみたらこんなことになるとはっていう。そうですね、本当にやめときゃ終わった。心からね。いやだからもう修行です。すいませんけど。そうですよね、なんか忘れてました。いやもうそれは免除されないので。その相性いい相性いいって言ってこういう恋愛系の台でね、はい、それちょっと浮ついた気持ちで打ってあげく、はい、まあ告られもせず告ることもできず。そうですね、ただ仲悪くなった、そうただ仲悪くなったっていう感じ。何が原因ですか。やっぱその恋に対して、はい、そのなんかどっかなんていうんだろう、冷めてるというかそういう部分があるのかなっていう。恋に対して、そうそう、それ冷めてますよ。だそれをね、やっぱもう一度恋の炎をこう燃え上がらせないといけない。デートスポットに行ってきてください、一人 で, で。デートの意味分かってます。いやだからその恋人たちの周りのね、はい、そのオーラを浴びて、あ、こういうことなんだと。今までで一番辛いかもしれない。いやそれでそれがさ、はい、自分の中の経験値になってさ、はいはい、リアルライフでも役立つことがあるかもしれませんのでね。あ、いい夜景の見える場所知ってんだみたいな。そう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 。その時に思うでしょ、あの修行 あってよかった。でその意中の女の子に告らせたいと。そうそうそう、僕が。でその時のデート代はもう全部かぐや様で。完璧じゃないですか。でしょ、考えてんのそこまで。あ、そこまで見えてたんですね。見えてる。あー、なるほどなるほど、行きたくなってきた。単純なやつだな。わかりました、はい。というわけでまあまあまあ、はい、今回は大負けでしたけど、どこがすがすがしい感じですか。まあそうですね、まあ一応全力尽くして。そうだね、はい、負けたんで。まあまあシーズン3は、まあ、結構戦えてると思うんで。そうだね、まあそれはこういうこともありますよ、ね、それはあるよ、たまには。ただやっぱ戦えてる以上、まあ、こういうことあったからには、まあ次何か起きるんじゃないかなっていう。そうですね、はい、気はしてるんで、はい、まあ次回は頑張りましょう。次回まあぼちぼち満杯出しますよ。お願いします、はい。入りますか、はい、はい、お疲れ様でした、はい。東京カレンダーっていう雑誌があるので、そこにいいデートスポットが載ってます。載ってるとされてます、ね、あ、一人で見るやついないでしょ。